カンベルがアカシアに襲われてるなんて。よっ、倒そう、兄さん。ふっ、かっ、はい、ビッハッ、ふっ、ひゃっ、ひゃっ、ふっ、ひゃっ、よし、いつで、ふっ、ふっ、さよなら、いやぁ、ふっ、はぁ、ダメだ。見えてきた、カンベルだ。無事だといいが。まだ戦いが続いてるみたいだ。ねえクライブ、ガブやみんなはどこに？何かあれば町外れの倉庫に隠れる手はずだ。急ごう。クライブ、いいところに来た。ウェド卿たちの。どうかしたのか。この前アカシアに襲われた時から彼らのいたラザロ街もエーテルだまりに沈んで、だからこの辺りの警備の依頼も兼ねて、せっかく助け合って生きてるのに仮住まいで不便な思いをかといって、うちはこんな崖の住居を広げようにもそう簡単にはできないんだよ。ウェド卿たちも遠慮しながら暮らしてるし、なんだか申し。なるほど。それにうちでかくまってるベアラーも増えてきた。これ以上宿場には置いておけそうもない。いずれにせよ、ここ以外に種火の守り手とうちのベアラーたちが気兼ねなく暮らせる場所がさ、あんたにも移住を手伝ってもらえると嬉しい。協力しよう。助かる、ありがとう。ところで移住先の宛ては？
イーストプールにするつもりだ。イーストプールか。あの襲撃から随分経つな。ああ、悲惨な出来事だった。だけど、いつまでもあのままにはしておけない。私らでちゃんと整備して使えば、あの村の人たちもきっと喜んでくれるんじゃないかと思ってさ。ああ、そう思う。近くには黒の一帯も迫ってるけど、それでもしばらくは暮らしていけるはずだ。でも、一つ問題がある。今あそこは野党の根城になっちまってるんだ。まずは奴らから村を奪還しなきゃならない。野党を追い払おうにも、うちの傭兵は宿場の警備だけで手一杯。結局、種火の守り手に頼らざるを得ないんだよ。そこでできれば、あんたにも協力してほしくてね。わかった。イーストプールは俺にとっても思い出の場所だ。そう言ってくれると嬉しいよ、クライブ。イーストプールの奪還については、ウェイド教に話を詳しいことは彼から聞いてくれないかい？そうしよう。イーストプールの奪還。ああ、まずはウェイド教に話を聞こう。ウェイド教、ここだったか。これは、クライブ様。マーサから話を聞いた。イーストプールへ移住するそうだな。ええ、マーサさんから提案がありまして、この宿場に種火の守り手が住み始めたことで、皆さんの迷惑になっていないか、私も気がかりでした。それにマーサさんも、ベアラーの居住について困っていましたから、良いお話だと思い、承諾。そうか。俺もイーストプールの奪還を手。ありがとうございます。クライブ様にご協力いただければ、かな。それでウェイド教、状況は？すでにお聞きになったかと思いますが、今のイーストプールは周辺にはアカシアも潜んでいると見られ、我々の戦力では限界もあり、作戦を決行。なら、俺が雇う種火の守り手は、周辺でアカシアの野党との挟み撃ちにならない。それではあなた一人が危険な。野党相手に引けを取ることはないさ。感謝します、クライブ様。野党の討伐。そちらの支度は？はい、すでに整って。では早速イーストプールへ向かうとしよう。承知しました。敵がいる。なんだあいつら、よそ者か。追い返せ。この村はお前たちのものじゃない。ここを返してもらうぞ。これで最後か。こいつどこから。こんな魔物まで。邪魔をするなら倒すまでだ。そこか。Yeah!
片付いた。他に魔物の気配はなさそうだ。クライブ様、クライブ様、ご無事でしたか。ああ、問題ない。アカシアの方は？村の周辺でいくつかの群れを確認しました。ここには種火の守り手だけでなく。はい、その通りです。ベアラーが移動するときにも、ウェイド卿、野党もアカシアもいない今が絶好の機会かもしれない。確かにそうですね。早速手配してきます。ここが俺たちの村。信じられないよ、私たちに住む場所ができるなんて。これでみんなの移動を終えました。今日からここが我々の新しい村なんですね。イーストプールの惨劇の後、ここ数年野党どもが好き勝手してたようです。村のあちこちが荒れてますから、当面は村の整備をしなければ。ここからが大変ですが、なんとか頑張ってみせますよ。この村にはマードック夫人の墓もある。オスカーにも整備を手伝うよう伝えておく。ありがとうございます。ここを取り戻したと知れば彼も喜ぶでしょう。では俺はマーサに報告してこい。ウェイド卿、何かあればいつでも知らせてくれ。ご助力感謝いたします。無事に奪還できたわね。あとは任せておこう。ああ、クライブ、戻ってきたんだね。イーストプールの野党ども退治してくれたそうじゃないか。それにベアラーの移動まで手伝ってくれたんだろう。ありがとう、本当に助かったよ。これでみんな新しい村で窮屈せず。新しい村か。名前はどうするんだ。イーストプール、村の名前はそのまま。ウェイド卿が言ってたんだ、あの村を愛した人々の思いを消さないようにしたいって。そうか、彼らしいな。さてこれからが大変だ。何年も荒れっぱなしだったからね。彼らにしっかり支援してあげないと。あの村だけで暮らしていけるようになるまで頼むぞマーサ。世話になったねクライブ。ああ任せてくれ。お前たちはマスターについていけないんだ。さあこちらに。後のことは頼んだぞ。クライブ、今まで世話になったな。黒騎士が嗅ぎ回ってる以上急がなきゃならん。お前とは悪い付き合いじゃなかったよ。もちろんシドともな。俺にもあんたの辛さは理解できる。だが復讐を遂げたところで俺は最後まで成し遂げる。これが俺の生きてきた意味だからだ。ここはもともとこのために作った村だぜ。その後はどうなったって構わんさ。村の同志たちも最後まで共に戦う。とはいえ同志の中には戦えない連中もいる。子供やさすがの俺もそいつらまで巻き込もうとは思わねえ。ベアラーの居場所は少ない。村がなくなれば生きていけなくなるだろう。そこでだクライブ、最後に一つ頼みたい。
戦えない同志たちをお前の隠れ家で引き取ってくる。いいだろう。助かるよ。最後まで面倒をかける。連中はゴールトン農場に集めてある。迎えに行ってやってくれ。わかった。これで刀の荷も降りた。あばよ、クライブ。ゴールトン農場へ向かおう。ベアラーたちが待ってる。ここにいるのは簡単に集められたベアラーだな。彼に頼まれてお前たちを引き取ることになった。隠れ家まで案内しよう。そうか、あんたのところに。シノ、俺たちはみんなマスターに命を救う。だからその思いを遂げてもらうために生きてきた。マスターはこの戦いが終わったら、でもあの人が決めたことなら最後まで成し遂げ、それが俺たち同志全員。ああ。おーい！なあ、村のみんなはどこに行った？おお、とっくにも。くそ、生きつ。何があった？ああ、俺はマスターの仇が、奴が飼ってたのは黒騎士だけじゃなかった。あんなもん、俺たちじゃとてもかなわねえ。このままじゃ村のみんなは犬死だ。急いで帰ってきたっての。そんなマスター、頼むシノ、マスターを助けてくれないか。あの人が思いを遂げる前に。すぐに向かう。その屋敷はどこだ。ここからずっと東の森にある天。お願いだマスターを。よし、行こう。ほクライブ、これは。クソ、間に合わなかったのか。カンタン、無事か。ああ、俺だけはな。だが同志たちはもう連中のおかげでここまで来れたんだ。あと少し、あと少しだってのによ。この魔獣が
カンタ、ここは俺に任せてあんたは行け。だが、お前を思ってついてきた彼らの犠牲を無駄にする。すまれ。さあ、来い。兄さん、片付けるよ。ああ、やる。行くぞ、ジョシオ。はい。魔獣は片付いた。あとは やったのか。ああ、奴め、泣きわめきながら許しを請うてきやがった。迷わず首を切ってやったさ。俺はこのためだけに生きてきた。このためだけに村を作り上げ、人を集めた。何年もかけてな。こんなもんか。本懐を遂げたところで、人一人殺すためだけにこんなに多くの毒。簡単。マスター。ああ、マスター、無事でよく。お前、なぜここに。あんたのことが心配で。そうだ、マスター、大変なんだ、ロストウィングに。なんだと。俺のロストウィングが。あれは黒騎士。俺たちと入れ違いでロストウィングを襲ってたってのか。逃げ遅れはいないだろうな。待て、カンタン。こいつら。こいつらを倒すのが先だ。
急いで簡単のところへ。カンタン、しっかりしろ。おい、まだアカシアになってない。今なら。気がついたか、カンタン。ロストウィングはどうなった？エーテルだまりに沈んだ。そうか。これで正真正銘空っぽってわけだな。やっとのことで果たした復讐も虚しいだけだったよ。マスター、安静にしていないと。大丈夫だ。何年もかけて築いた村も一瞬で消えちまった。俺はなんでまだ生きてやがる。なんてことを言うんだ。俺たちを人として扱ってくれて、生きる場所を与えてくれたあんたが。僕、マスターにはもう会えないと思ってたんだ。マスターの用事のことはよく知らなかったけど、でもマスターは帰ってきてくれた。やっぱりあんたは生きなきゃいけない。俺たちを生かしておいて自分だけ死ぬなんて許せないからな。助かった村人はみん、あんたが目覚めるのをずっと待っていた。水凶な奴らめ、何の得があって俺なんかを。だってマスター、僕たちは家族でしょ。家族。死んでいった同志たちもきっとそう思ってた。村で一緒に暮らしてたみんなは家族だって。ロストウィングが何だってんだ。マスター、もう一度村を作ろう。このブドウ畑にはまだ生きてる房もある。もう一度か。そうだな、悪くねえって村の一つや二つ立て直してやろうじゃねえ。みんなでな。さすがマスターだ。お前らマスターはもうこれからは簡単でいい。家族なんだから。すまんなクライブ、家族は俺が養っていく。お前の頼みは聞かなかったことにしておくよ。結局お前には最後まで世話になりっぱなしだったな。礼ならうまいワインで十分さ。分かった、この村を立て直したらお前その時はいくらでも。楽しみにしてるよ。何としても成功させな。あらクライブ、いいところに来てくれたわ。ちょうどあなたの手を借りたいと思っていた。何かあったのか。魔物退治を頼めるかしら。詳しく聞かせてくれ。この空模様になってあちこちが混乱続きでしょ。シュトランデラも例外じゃないわ。多くのベアラーがある。今はダルメキア軍が面倒を見てるけど、この状況でそこで
そのベアラーをうちで買い取れないか交渉しているところ。主のいないベアラーたちなら堂々と買い取っても面倒は起きないってわけか。ええ、その通り。大勢の、しかしそれと魔物退治にどう関係が。ベアラーを保護しようにも何千だから、連中が住むところを確保するためにどこかの廃村を保守、ちょうど人目につきにくい谷の奥にカシロクって廃村、結構な数の魔物が住み着いちまってて、それであなたに魔物退治をお願いした。力になろう。ありがとう、助かるわ。それじゃテオはさっきの手はず通り輸送の手配を。ああ、早速取り掛かる。随分と慌ただしいな。保護するベアラーは何十人もいるからな。さっさと支度を済ませないと。まあ、そんじゃ頼んだぜ、クライブ。ベアラーたちの新しい居場所を。かか、任せておけ。カシロクにはレトニ峡谷を通っていけるわ。途中に門がある。なるほど、わかった。よろしく頼むわね、クライブ。ここがカシロクのようね。魔物を片付けよう。今ので最後。僕らドへ戻ってエルイーズに報告しよう。テオドール、どうした。静かに。では、その内容で頼むよ。今後。ええ、こちらこそ。あの男。
何か気になるのか。いや、何でもないさ。それよりクライブ、カシロクの魔物退治はどうなった？ああ、片付けてきた。さすがだな、仕事が早い。これからエルイーズに報告するところだ。そうか、よろしくな。クライブ、俺がここで見てたことは姉貴には内緒にしておいてくれ。それと報告が終わったら。分かった。いい。エルイーズ、カシロクの魔物を片付けてきたぞ。ありがとうクライブ、これは報酬よ。これでひとまずベアラーの居場所は確保できたわね。大急ぎで整備しないと。あとはベアラー買い取りがうまくいけば。まだ時間がかかりそう。ええ、今も私の仲間が交渉を続けてくれてるけど、相手は軍だもの。いつも通りにはいかない。でも必ず成功させ。また何かあれば言ってくれ。いつも助かるわぐらい。来てくれたか。それで話とは？姉貴と話してた男のことさ。あいつは銀霊商団っていう巨大。銀霊商団？ダルメキア全土で手広くやってる商団の一つでな。あいつらは姉貴の詳細を見込んで、さっきのやり取りを見るに。姉貴、運び屋はどうするんだ？姉貴には商人として運び屋なんか続けるより、ずっとた姉貴はずっとベアラーの保護を続けてきた。だけどそのことにベアラーを助けたいって気持ちが。もし俺が。テオドール、俺は姉貴に言ったんだから、次は銀霊商団に入ることが。その、そうか。この仕事を成功させて姉貴を頼む。クライブ、それまで。もちろんだ。ありがとう。これが俺も気合を入れていくぜ。動きがあったら。まっ、人立てり。クライブお前の顔を見て安心する日が来るとは。みんな無事でよかった。お前たちこそ大丈夫だったか？ああ、なんともない。待ってたぜ。もしかしてあれが？ええ、ようやく弟を紹介できる。ジョシアだ。クライブから話は聞いてる。しつこいくらいにさ。私はミド。よろしくな、ジョシア。よろしく。な、ジョシュア。おじさん。よく生きて。よかった。本当によかった。統率されたアカシアが。ああ、そう見えた。いつもみたいに理性をなくして手当たり次第に襲いかかってくるのとは違う感じだった。ここに来る前に何度かやり合ったが、確かにガブ君の言う通りだ。
何者かの指揮のもとに動いておるようだった。ある手間と思うか。なんとも。町の人たちは無事なの？死んだ、たくさん。だが何人かは商人街を抜けた先にある議事堂に立てこもってる。あとは川向こうの商人の屋敷にも隠れてるはずだ。アカシアは疲れを知らない。このままじゃいずれ奴らの餌食だ。生き残ってる人たちだけでも助けたい。僕も手伝う。二手に分かれよう。俺は議事堂へ向かう。お前は屋敷の方に。ジル、ジョシュアと頼む。分かった。私たちは裏手から回りましょう。ああ。わしらは。ミド、船は出せるか。まだだ。ちょっとミスリル機関の調整に手こずってる。急いでくれ。うまく救出できても陸路で逃げ切るのは難しい。了解、やってみるよ。おじさんたちはミドを頼みます。うん、よかろう。任せとけ。バイロン、ガブ、行くよ。バイロン様だ、バカ娘は。行こうか。あなたはクライブをお願いね。気をつけろよ、二人とも。兄さんも。トルガル、いいか、議事堂へ向かうぞ。俺は襲われている。死んだ。アカシアか。
一堂にはまだ人がいるはずだが、今は無事を祈るしかない。誰が騒いでいるのかと思えば、あなたの到着をお待ちしてましたよ、ミュートス。その声、ロザリス城の地下で聞いた。ウォールードの兵士だな。この町のアカシアは貴様らの仕業か。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我謎という人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。何？そしてこの町にはもう彼ら以外は存在しない。貴様なんてこと。いいでしょう。あなたとはぜひ一度戦ってみたいと思っていたのです。大義の糧となるのであれば必ずやバルナバス様もお許しくださる。我が名はスレイプニル・ハールバルス。いざ尋常に。さあミュートス、全力でお相手願いますよ。はい。炎よ。
力とはそんなものなのですか。もっと本気を出していただかないと戦う意味がありません。火をつける何かが必要です。バルナバス様より授かりし豪壮グングニル、この槍見切れますか。その息です。まさかここまでとは。ああ、バルナバス様。兄さん。クライブ。二人とも無事で。
兄さんこそ。残念だけど、向こうの屋敷はもうやられていた。こちらも遅かったようだ。戻ってガブに伝えよう。どうした？いや、何も。そうせくな、ミュートス。バルナバスを。さよう、我が名はバルナバス・ザルム。ウォールド王国の国王である。下がってろ。スレイプにもほふったその腕、多少は期待していたのだがな。だが内なる力は確か。ミュトスであることに疑いはない。なぜ俺をミュトスと呼ぶ？ミュトスとは世界の礎、創世の右利に神を迎えるべき器だ。器？ジョシアの言う通り、アルテマは俺の体を。何をする気かは知らんが、そう簡単にやるわけにはいかない。俺にはまだなすべきことがある。だから神だろうが邪魔はさせない。自我を歌い人であることに固執するか。やはり御方のおっしゃる通り、その思念を断ち切るほかないよ。
くら召喚獣の力を与えられようと。それではな。大丈夫なのか。フェニックスの力は傷を治すことしかできない。あとは兄さんの気力次第だ。それにしても驚いた。こんなところで船を作ってたとは。さながら隠し港だ。あの船は秘密の塊だからね。こっそりやらないと役人どもがうるさいんだ。おかえり。様子はどうだ。まだ起きんか。命があるだけよしとすべきだが、戻ってきた時はもうダメかと。いえ、兄さんは全身の筋を狙って切られていました。あえて殺さずにいたとしか思えません。まさか、そんなことは。ロズフィルト卿、預かります。申し訳ありません。駒使いのようなことまで。ああ何、これくらいしか役に立てんからな。わしに構うことはない。そんなことは。俺たちの隠れ家だけじゃなくて、あれの建造にも多大な資金援助、感謝しきれませんよ。ただの小娘にここまでしてくれるなんてさ。あんたたちみんな変わってるよ。お人よしなんだろうな。クライブ兄さん、気がついたか。多くの人を救いたい。きっとそれだけなんだ。それはシドの、君の父さんの願いでもある。そうだな。心配かけやがって。奴らは、町のアカシアたちは姿を消した。アインヘリアルも港を出た。バルナバスもそこだろう。クライブ、ジルが戻ってきてない。何があった。あんたを逃がすために盾になったって。大丈夫だ。ジルは生きてる。僕もそう思うよ。シヴァのエーテルは未だ途切れていないから。アインヘリアルを追う。ジルはきっとヤツのところだ。そんなこと言っても船はまだ動かせないぞ。急いではいるけど、ミスリル機関の出力に部品の方が耐えられないんだ。何か手はないのか。あ、そうだ、父さんも設計の段階で気づいてたはず。なら必要な部品も。ずいぶん前になるが、壊された隠れ家から物資を回収した。持ち帰ってからはオットーが管理してる。もしかしたら手がかりくらいはあるかもしれねえ。俺が行ってこよう。みんなはミドと出航の用意を頼む。何をしとる。まだ寝ていなければ。ええ、支度が終わればそうしますよ。
エンタープライズの部品か。オットーに聞いてみよう。